私たちだと薄くらい喋りになってしまって、喋りとしたら牧瀬選手と立花選手が1、2を争う振りとか、去年、はい、だからあんま試合出れなかったじゃないですか。でも最後のイヤー DVD の締めのところで、なぜか僕が呼ばれた北斗コーと、トークポジションで呼ばれたんです。トークポジション、ね、よくちゃんと出てユーティリティプレイヤーみたいな、おとなしい選手が多いですから、サッカーもするし、トークも好きみたいな、もうそしたらもっと絶対知りません。今年もやらしマジか、すごい冷静な真面目なトークといえば、別にデス選手がふざけたトークじゃないんですけどといえばもうドクター選手ね。そうですね、結構寒いんでみんなが中に入らないようにロークは横から見ても驚嘆しますよね、ロークさんが言うロークさん有事が驚嘆有事か、そういうのがありますよね。詐欺清水の風潮でそういうのがありますよね。学びたいわこの話の持ってき方はい、というわけでございまして、まあ、何新しい今年はユニフォームでありまして、背番号9番は SNS で相当売り込んでるっていう噂を聞いてますでもランク圏外でした5位にも入れませんでした。お願いした人しか買ってないこれから背番号9追い込みかけますので、ぜひ新ユニフォーム背番号9の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、そういうわけで、まあ、この2人だったら新しい選手の裏情報なんか知ってるかと思いますよ。今回出ていただく FC 入選手と中村選手、なんか裏情報です選手ありますか。中村啓太俊選手は撫で型っていう裏情報でまだそれをその既存の選手はいじっていいのかいけないのか、まだ今微妙なオフホワイトゾーンにいる。オフホワイトゾーン、はい、グレーよりももうオフホワイトになってる。いやでもちょっとホワイト先陣切ってテス選手がやったらもうそれで OK ぐらい、僕がもう先陣切ってお前撫で型じゃねえって言ったらみんなちょっとおーいみたいなもうそれ言うんだみたいなここはかなり注目と。そうそうそう、裏情報、ルクタン選手何かありますか、あの2人に関しては。そうですね、ケータはなんかシャワー見てる時肉団子みたいでした肉団子みたいでしたって、どういうことかね。服着てても肉団子みたいですよムチムチなんですよ。でも筋トレしてる姿見たら筋肉の量が大きいですね。筋肉の大きさがあるから、なんか撫で型なのか増毛筋が発達してるのかどっちかわからないっていう、その今せめぎ合いのジレンマに本人は揺れてると思う。よくわかんないよ。マニアックな情報でしたね。そしてロクタン選手は昨シーズンダービーマッチで歯を折ったり、ホーム最終戦神戸との戦いではゴールを決めたり投げられたりと、いろいろありましたけれども、打たり蹴ったりでございました。歯治ったんですか。歯はあと3ヶ月ぐらいしたら最後の神戸戦に言わせてもらえば、あれ6ターンも悪いですからね。なんで相手がカードをもらってイラついてる状況でこうやって自分から言いそれで投げられてるから悪意やりましたから6ターン。あえてやったんですか6ターン選手。まあそうですね、映像見たらそういうところもちょっと感じられる投げられるんだもんねあれ。まあ前置きがものすごくなってFC の選手と中村さんまだかよってあの袖の方で待っておりますからね、はい、さあそれでは新人選手2人にお越しいただきましょう。王者川崎フロンターレから完全移籍、強固なディフェンスラインが見えてきた FC 女選手。長崎では7得点テクニシャン、ようこそ静岡へ中村啓太。はい、どうぞお座りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ初めてね、先ほどあの中に肉団子とこに見えない、そんな風に見えないですし、あと撫で方が目立たない服着てますね。全然撫で方じゃないよだから本人前にするとちょっと気まずいですまあ、ね、開幕戦で皆さんね、撫で方か肉団子かしっかり見ていただければと思いますけどね。さあ、まずは FC の選手でございますが、
どうですか、清水の生活はまず慣れましたか。Agradeço por todo mundo ter me recebido muito bem no, no time. Agora é trabalhar forte e pensar nos objetivos nossos. O time de vocês vai ganhar a vitória de hoje. Tá dando para ir para o time ali. Segui a dizer que o time agora o que ele está tendo para manter em casa. Bom, o que é que você está fazendo? Meu Deus, muito今エウソン裏情報を一つ思い出したらしいんですけど、何ですか言ってください。ロクタン選手何ですか、エスパルスはミホでの練習が終わると、こうジムに戻る前に、うん、こうファンサービスをする選手が多いんですけど、もうこうよそから来た選手は練習終わってそのまんまジムに行くのが普通なんですよ。なるほど。なのでエウソンはそのままジムに行っちゃうんですよ。なるほど。で、エウソンが終わって出てきた時にはもうサポーターがいない。これは結構印象悪い選手だよ。難しいところ。僕もファンサした時にエウソン出てこないんですかって、ちょっとエウソンの中でトレーニングしてるしなって思うことなんで、これだけは今日言っとこうと思って。そうですね、このまま私選手印象悪いイメージで言われたらダメですからね。こんないい人なのね、印象悪いからね。ですって、先生、あの皆さんファンサービスエスパスは大事にしてるんですけど、どうですか。então vou a partir de dessa semana então vou começar. Eu estava pensando em ir para a academia primeiro, mas agora eu vou entrar os outros depois eu vou entrar. これからは練習が終わったらジム行こうと思ってたんですけど。ジム行かずに、ファンサービス。どうですか、選手、吉井選手、一緒に練習してみて、そのプレー、行動、性格、どんなふうに認めてるんですか。まだ今、多分適応中だと思うんですけど、やっぱりゲーム中に切り込んで左足の得点能力とかは、みんな、まあ、見てるわけじゃないですか、一挙手一投足。新人選手とか、ああいうシーンでも特にも2年連続ベースエールとか、でもやっぱそのシュートの時、おおってなりますね。多分それがもうちょっと時間が経ってくるにつれて頻度が上がってくるでしょうね。どうですか、6番選手は逆にあの最終ラインからを見てどんな印象ですか、吉井選手。そうですね、まあものすごく攻撃に特化した選手なのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあまだ大きいゲームっていうのはしっかりとこうセンターバックの後ろにも絞ってくるようなポジショニングを取ってくれるので、まあ、ものすごく頭がいい選手だなという感じでした。なるほど。さあ、そして同期になった中村選手は FC の選手をどういうふうに見てますか。なんか日本語喋れると思ってたんですけど、ええ、思ったより喋れないんですこれは J リーグの、ね、悪いところでね。あ、ブラジル人選手は甘やかしすぎっていうのは何年経っても日本語喋れないっていう環境、通訳で言ったりするから。それはどういうふうに受け止めたらいいのか、なかなか難しいところです。天才選手何でも言っちゃうから J リーグみたいなしてた。そういうわけじゃない、そういうの、いや、なんか、それ何、他の国でもやってみて、それはすごく感じた。なるほど、なるほど。指導壁をぜひ覚えてほしいですね、これから。誰に。エウジ。指導壁を覚えてほしいんですか。だって、ね、初めての日本語。いきなり日本語がこっちのペンですか。ダメですか。じゃあ何か紹介してあげたいんですよ、指導壁の。あ、いいですね。あの、サボることを静岡ではタコるって言うんですけど。そうなんですか。そう、言いますよね。タコるって言うんですか。言いますよね。あ、言う、あんまり、あんたの静岡って映画かのもんやな、本当に。私、いつだからちょっと東部に寄ってたかもしれない。ぜひタコるを覚えてください。けど、なんか一つ言いたいことがあるらしいですよ。え、なんですか。なんですか。全所属チームを結構サポーターの人だったりとかに間違えられるのをちゃんと訂正した方がいい。あ、そう。いや、なんか、あれですよ。いや、ビファーレン長崎を静岡の人みんなビファーレンって言うんで、そこをちょっと直してください。静岡だけじゃないでしょ。全国的だよ。それ発信元に原因がある。ちょっと高田さん、社長に頑張ってもらいましょう。大沢も日本のアルファベット事情を直さなきゃいけない。
輩になってくださいって。文部科学省に、ね、一言言わなきゃいけないです。皆さんちょっとケイタに喋りかけるときは気をつけて、ビファーレンからよく来てくれましたちゃんと伝えてもらえれば。ブイファーレンでございませんからね。私たちも肝に銘します。はい、で選手から見て中村選手はどんな人柄なんですか？柔らかいですよね、包容力あって何言ったって吸収してくれるみたいな感じですから、若手にいじられるっていうのはそういうところだと思うんで、まあ、優しさにあり溢れた選手かなと思います。プレーにも優しさが。プレーはまだ今自分まだ出してないですね。多分今ね観察中だと思います。観察中ですか、ね、どうやって自分出すか観察中。福田選手は犬好きってお話が合うんじゃないかと思ったんですけど。そうですね、僕も今年からカッツさん、ダックスを静岡に連れてきて、はい、あの大家さんに最初出て行ってくれって言われたんですけど、いろいろ話し合った結果、はい、最後の決め手が、あの開幕戦のチケットを2枚差し上げますOK になりました。怪しいな、それ。その犬ネタでちょっとね、昨日僕もね、昔から飼おうとしてたバーニーズマウンテンドッグっていう犬がいて、バーニーズマウンテンドッグ大きい、超大型犬で、で、ちょうど昨日見に行ったんですよ、ブリーダーのところで、ある事実が判明して、なんと奥さんアレルギーで、奥さんめっちゃ飼いたかったのに、なのに奥さんだけだったら息子もアレルギーで、もうハスキーとマウンテンドッグを2つ2匹買おうと思ったら、もう夢が崩れる。事実が昨日あったけど、この話を今しずにはいられなかった。そのアレルギーは元々は知らなかったんですか？奥さんが結婚した時にダックスの2匹買って、アレルギーなのに2匹買って連れ子として僕のところに来たんですよ。連れ子として、それは全部僕がやってましたよ。朝晩散歩トイレ全部連れ子。この子の話って言われたんですね。奥さんただちょっと可愛かった。非常に立場ですよね、可愛かったみたいな。動物好きなんで飼おうと思ったら、で最初奥さん反対してたのに、3日前のね、大反対してたのに、昨日なんかもうコロッと変わって、むしろ奥さんが飼いたかって、でもアレルギーで飼えないって言って、でも飼うっていう。それやりましょう。どういう、むしろ奥さんの方が飼いたかったのに、僕はちょっと子供アレルギーになってたんですよ。すいません。なんかすっかり MC に寄せると中野先生にあの 犬についての談義になってしまいましたけど、また頼もしい戦力が加わってさらに楽しみだった今シーズンなんですが、はい、皆さんにはどんなシーズンにしたいのか、ちょっと漢字一文字で書いていただきたいと思います。はい、あの漢字一文字で書いてもらうっていうんですけど、果たして日本語がよく喋れない AC の人たちが漢字一文字書けるのかって話ですけど、すいません、通訳の方、 AC の人たちは漢字一文字って言って書けるんですかね。出たよ出た。教えれば書けます。教えれば書く。じゃあ別にあの、じゃあ AC の人たちはポルトガル語でもいいですか、今年のケツみたいな。笑いに持ってきますか、皆さん。真面目にいきますか。どうやっても笑えないと思う。犬って書くんだけやめてください。それだけやめてください。さあ、来たまに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 。あ、中村選手笑い取ろうとしてる。来てませんか。中村選手、また見せたら楽しかったんだろう。隠しちゃった。さあ、テスト選手は笑い取るか、マジで。いやいや、一瞬笑いの態度が。ワンちゃん連れて
名前なんていうんですか、そのきなこです。きなこ、かわいい、きなこ死んでしまいすぎた。なんできなこなんですか。和風の名前つけたくて、はいはいはい、でめちゃめちゃ考えたんですけど、はい、結局色がゴールドだったんで、あ、きなこ色、きなこだな。まあ、その和風の和から僕は発表させてもらうんですけど、和です。僕楽です。待ちなさい、待ちなさい、どんどん進むのやめなさいって。あー、僕みたいな MC 飛び出しちゃって、大変やめなさい。一つずつ説明がいるの。もう出ちゃったからね。我慢、我慢できなかったです。我慢できずに出た和、これこれはどういう意味で和ですか。はい、やっぱ去年がすごく活躍して、僕はあれで控えの中にいたんですけど、はい、やっぱり広島戦のデーゴール決めたんですけど、あの時みんなすごい喜んでくれて、僕よりも僕以外の人が喜んでくれたら、今までに全くしたことない経験だから、苦しみの先にはこんなにも嬉しいことが待ってるんだっていうのを感じて、だから今年もスタート地点で発表したと思うので、どういうかそういうチームの輪の中にたらいいなっていうと、和風和風和という和風。でも皆さんもちょっと心配されてる、ドグラス選手がブラジルに帰ってもう開幕はちょっと間に合わないと、はい、そうなってくると当然開幕はもう手伝い選手に頑張ってもらわなくちゃいけない。間に合わないですか。いや、間に合ってほしいでしょ、あなた本当に。ねえ、ドグラス間に合ってくれてもういいけど、ね、もう間に合わないならもう手伝い選手に頑張らないと食べられるんですか。まだ、ね、検査に問題がなければ大丈夫。そこまでみんな心配する必要ないかなと思って、いや、サポーターの皆さんは心配してると思いますよね。まあ、いてくれればいいですよ、ドーグラスが。いなかった場合も、テセ選手に頑張ってもらわなきゃいけないですよね。まあ、そういう意味でも、自分が引っ張るっていうよりも、輪の中でしっかり機能させるっていうのはありますね。まあ、その広島戦のハーフタイムに俺に言ったことも覚えてますか。覚えてない。あの、歩いて、ロッカー出て、あの、逆側だからエンジン組むとこで歩いてくるんですよ。エンジン V8?エンジン、やめなさいよ。自然吸気。なんか俺が試合に入ってからずっと攻められてたんだけど。いやだ、そうだね。ずっと守備してたな。俺大丈夫？しかも初っ端のプレーでハンド取られて、そっからずっと攻められたから。もう新人1年目みたいにもう全ミスになっちゃった。ボール取ってもボール僕が失ってから全部取られる守備してたから、これ俺のせいかなと思って。34歳にしてそういう繊細なところあるんです。そこからのね、あのゴールで。はい。喜ぶし、良かったですよね。はい、久しぶりでしたもんね、もう何試合ぶり、3ヶ月ぶりぐらいの試合だったので、また緊張しましたよね、日本やら雰囲気いいし、この2人が話が上手いって、もうここからも向こうに行かれる。時間も迫ってるし、どうしたらいいですか。6段選手、そろそろ出してください。はい、もう僕出してましたよ。楽しい、はい、楽そうですね、やっぱり楽をして勝ちたいっていうのもあるんですけど、やっぱりそれだけじゃダメだと思うし、はい、まあ、けどやっぱりエスパルスに来てからは、まあ、よりサッカーを楽しむために勝たないといけないんだなっていうのをやっぱり思うことがかなり多いので、それはやっぱりサポーターの雰囲気だったり、アイス様の雰囲気だったり、若手の選手がもともとジュニアユースやユースから持ってきた雰囲気っていうのは、多分楽しみながら勝つのがエスパルスのサッカーだと思うので、まあ、それをやっぱり僕自身ももっと吸収していきたいなと。サポーターも同じ気分でしょうね。ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございました。さあ、吉井選手お願いします。はい、acho que a gente tem que pensar grande, né? O Chinês tem uma equipe muito boa. Tenho certeza que pode lutar de igual para igual com todas as equipes. E a gente vai trabalhar pensando nisso. A gente tem 3 campeonatos para disputar. Então temos que ir em busca de algum título esse ano. Então, muita união do elenco, da comissão técnica, dos torcedores, a gente...que pensar para a gente conquistar o objetivo que é o título. E やっぱ大きく考えを持たないといけないあって、こういうような3つの大会もありますし、うちはこのチームの
でカンピオン優勝優勝ですか。あ、優勝ですか。チャンピオン、チャンピオン優勝だから。ありがとうございます。簡単に挨拶するのもうすぐ油断ならない人だと思いました。さあお待たせしました。最後やりすらないですか。中村選手お願いします。はい、進むって感じです。おお、まあ一昨年も去年もあと少しってところで2桁取れなくて、シーズンを通してやっぱりその何かが足りないんで、やっぱりその2桁の壁っていうのを今年は超えたいですし、まあ個人だけじゃなくてチームがより前に進むっていう意味を込めてお話しました。去年は7得点でしたもんね。そうですね。これで中村選手がまた2桁得点を取ってくれればね、トリプルで2桁取りましたから、記録を超える ね、 ね、 そうね。はい、時間が迫ってきて、もう一枚いいですかって言ったら、その一枚もう一枚は説明しなくていいですか。どういうことですか。手作選手なんか楽観一枚でいいですか。ああ、あれはちょっと手のバランスがおかしかった。手を見直したバランスが悪いからいいんですって。完璧主義なところも素晴らしいです。はい、まあ、選手それぞれで目標ありますけれども、皆さんチームの思いは一つ、勝ち録を今年もたくさんしたいというところじゃないでしょうか。そうですね、はい、その開幕戦は来月23日アウェーサンフレッチェ戦、はい、そしてホームは3月2日ガンバ大阪戦、先ほど言いましたがデビス総合では実況生中継で、その30分前はロコエスパルス生中継と生でやらせていただきます。ホーム開幕戦、僕の誕生日じゃないですか。おそれは遠慮しています。なんでさらっと分けなかったんですか。あ、ということですんで、ホーム開幕戦は手瀬選手の誕生日、そして初ゴールということで期待しましょう。